古い形のハヌキイヤー。エルサレムで1900年頃に出土。元来、ハヌキイヤーは、食材ではなく、オイルランプであるハヌカーとは、ユダヤ教の年中行事の一つで、マカバイ戦争時のエルサレム神殿の奪回を記念する。アンティオコス4世エピファネスと、異教徒によって汚された神殿の清めの祭りである。キスレイウの25日から8日間祝う。 宮宅めの祭り、封建の祭り、光の祭りとも呼ばれる。メディアを再生するハヌカーは、キリスト教のクリスマスとほぼ同じ時期に祝われるが、この二つの祭日は、期限も性格も異なる。近年は、クリスマスプレゼントのように、ハヌカーの期間中毎日子供に、ハヌカープレゼントを与える過程や、クリスマスツリーに似た、ハヌカーブッシュと呼ばれる、常緑樹を飾る過程もあるが、 これらは伝統的なユダヤ教の習慣ではないため好ましくないと考える。ユダヤ教とも正統派を中心に多い。ハヌカーの日にはドレードルと呼ばれる木製のコマがユダヤ教の伝統にのっとり子供たちへ与えられる。また、イスラエル北部のハイハーにおいてはユダヤ教のハヌカーとキリスト教のクリスマスとイスラム教のラマダーンを同時に祝う世俗的なフェスティバルが実施される。 ホワイトハウスで行われるユダヤ教徒のお祭り、ハヌカの式典は恒例のものである。ハヌカはヘブライ語で捧げるという意味の動詞に由来する。再び神殿に捧げ物ができるようになったためにこの名がある。この語は様々な神聖的な解釈がされてきた。例えば、ハヌーで切って残りの2文字のカフとヘイをそれぞれ数字の20と5と見なし。 25日に彼らは休んだと解釈するものがある。ゲマトリアなどを参照。クリスマスソングやキャロルの代わりにハヌカーソングが存在する。ポップスではアダム・サンドラーが作曲したコミックソングであるザ・ハヌカーソングはよく知られている。八枝のメノーラーに一日一つずつ点灯した後、マーオーズ・ツールマ、オンス、ツアーという13世紀ドイツに起源を持つ参加を歌う。 ドレードルドレードル、または、ドライデルは紙面に、半時計回りに、の文字が描かれている木製のコマである。チップを用意し、コマを回して芯が出たら、チップをポットに置く。ギーメルが出たらポットのすべてのチップを獲得する。ヘイが出たらポットのチップを半分取る。ヌンが出たら何もしない。四つの文字は、実際には、イディッシュ語の、ニッシュと、ガンツ、ホルブ。 シュテルの頭文字であるが、しばしばヘブライ語のネスガドールハヤシャム、そこで偉大な奇跡が起こったの頭文字と解釈されている。このため、イスラエルのドレードルでは、の頭文字のシンを、の頭文字のペイに変えたものが売っている。スフガーニーや神殿の清めの儀式に用いるメノーラーを灯すための1日分の声優が8日間、燃え続けたという奇跡にちなみ、 ハヌカーの間は油を使った料理が必ず作られる。また、イスラエルではハヌカーが、オリーブの収穫の後に来るので、絞り立てのオリーブ油が豊富に手に入るという事実も、これと関係している。アシケナジム系家庭では、ラトキスやブリンツを食べる。多くのセファルディム系、アシケナジム系、イスラエル人の家庭では、ビムエロスバイミューローズ、スフガーニーやスーフガニアなどの揚げ菓子を食べる。 ありがとうございます。